果いつも僕らやってきましたからね。だからあんまりそこまでアコースティックに苦手意識はあんまなくて、最初のさサビのさちょっとあれ弾いてみてくれ、どっかが1個ひょっとしたらいらないかもしれない。 Sometimes I just wanna say love myself。 ここかな、ここどうだ、ちょっと抜いてみてくれ。人を入れずっていうか、まあ、例えばアルバム制作とかだったら何人かで作るっていうのは普通なんですけど、まあ、今回なんかね、ほとんど自分たちでやって、あんまりなんかこのタカタカとか入れたくなくて、あーなんうんけんじゅんじゅちゅんじゅちゅんって感じ、合わせるならそれギターやったらちょっと臭いな、合わせんでいいじゃん。じゃあ俺これで撮るね。うん、ちょっともう顔を出しましょう。大丈夫だよ。次はシェーカーです。聞こえてる今どれがいい？あ、曲でやってみる？あ、オッケーオッケー。やっぱこれか、これエロいねんな見た目が。リハーサルも入ってなかったんで、この期間なんかちょっと4人で合わせるとちょっと緊張しますもんね。あ、久々だこの感じ。なんか久々だし、ゆるく初めて自分たちのペースでやれればいいかなと思ってたら全然時間足りねえっていう。いや、もういい時間やから。俺の時間ない。ほんと9時になっちゃう。アコギってあのエレキと違って指結構使うんで、指の疲労もね結構きてると思うんですよね。トール、僕と亮太がやってる間ずっと待ってたんで、もう集中力も限界に近づいてると思うんですよ。これちょっとリーダーこっから力の見せ所っすね。ああ、めっちゃ良かったのに。え？まだ終わってないの？遅っ。まだ終わってないの？遅っ。遅っ。いや、これはもうこんなに眠いわ。遅すぎてもう待ってられへんわ。今日は最後まで撮ろうと思ったけどな、ちょっと遅かったな。そうか、ちょっと遅いな。君たち結構な時間までやってたよね。いや、僕ら、夕方ぐらいに終わったんで。じゃあ、峠ドローンで。ドローンで。ええ。あいつら帰りやがったな。え？俺ら夕方？待ってたっちゅうの俺。9時や9時終わったん。聞いていってテイク選んでっていういい意味で時間をかけてできたから、まあより自分たちらしいアレンジになったんじゃないかなと思うし、またライブとは違うし、オリジナルと楽しんでもらえたらいいかなと。まあうちらワンオクロックらしい、うん、サウンドメイクかなと思いますね。